ございます、はい、編集長のね、はい、編集長のハッキンさんでございますけれども、はいはい、さあちょっとまあ感情が出てきてるんじゃないですか、ある程度は。ですね、やっぱりずっと見てきたピチモたちなので、はい、これが本当に最後だなって思うとちょっと私も泣きそうなんですが、我慢して頑張ります。そうですね、編集長ですからね、はい、はい、じゃあ次は重本小鳥さん。卒業証書、重本小鳥殿。ドリームファイブでの活動も多忙を極め、体力的に大変なこともあったと思いますが、いつも元気でハッピーオーラ全開の小鳥が撮影に来てくれることが毎回楽しみで仕方ありませんでした。小鳥のハスキーな大きな声でおはようございますと挨拶をされると、一日中元気でいられる気がして、そのパワーは誰にも真似できない小鳥の魔法なんだと思います。小鳥のパワーと歌声がもっともっと多くの人に届き、歌姫重本小鳥が今以上に大きな舞台で羽ばたき続けることを期待しています。卒業おめでとうございます。はい、じゃあ最後志田裕美さん。卒業証書、志田裕美殿。小6で身長145センチのちびっこだった裕美がこんなに成長したのは、たくさん努力しピシレモンを愛していた結果です。辛いことや悩むこともあったでしょうが、いつも元気なその姿にみんなが憧れ、裕美のようになりたいとピシレモンを楽しみにしてくれていたのだと思います。ちょっと不器用な裕美でも、誰からも愛されるその明るさで、これからも周りの人たちをハッピーにし続けてください。ユーミのこれからの夢が叶う日をみんな楽しみにしています。卒業おめでとう。最後に最後にユーミ、いつもみんなを楽しませてくれるブルッコで、かわいいユーミ、みんなの憧れで大好きなユーミンの卒業はすごく寂しいけど、いつまでもユーミンに頼っていられません。ピチも全員で力を合わせてピチも盛り上げていけるよう頑張ります。だからユーミン、応援よろしくね。いつまでもキラキラの笑顔でいてください。はい、じゃあ次あかりお願いします。はい、私が中1からピチモになって、こんな自分に自信のない私を、こんな自分の自信のない私をピチモ編集部のみんなとかピチモのみんなとか目の前におるみんなが勇気づけてくれたから、ここまで来れました。それでそれでピチレモンっていうのがなかったら今の私はないし、ここまで来れてないし、私を変えてくれたものだし、本当に感謝してるし、もう正直もうめっちゃ寂しくて、もうめっちゃ今卒業したくないんですよ。もうなんか大切すぎて、仲間が寂しくて、だけどみんなの応援とかを頑張りたいと思います。これからもありがとうございました。はい、次マナお願いします。私がピチモになったのは小学校6年生の時で、今から5年前の話なんですけど、一番最初の撮影に来た時にあまりの緊張と人見知りが邪魔して、トイレでずっと泣いてました。でも
そんな弱かった私がここまで強くなれたのもの、シナモンのおかげです。はい、今までこの5年間仕事してやってこれたのはシナモンの編集部の方、スタッフの方や今日も来てくれている私の大事な友達が支えてくれたのと、何より私の大事な家族がいたからです。そしていつも応援してくれてるみんな、本当にありがとう。この場を借りてパパとママには感謝をしたいと思います。朝早いのに一緒に起きてくれてありがとうございます。そして友達、私が悩んでても笑ってくれてありがとう。そしてここにいるファンの皆さん、いつも応援してくれてまたって呼んでくれてありがとう。私はこれからピチレモンを卒業してもモデルとして頑張りたいので絶対に負けません。なのでこれからもずっと江ノ沢奈美を応援してください。そしてピチレモンをずっと応援してください。今日は本当にありがとうございました。ありがとう。私も、はい、では最後にユーミン手紙を書いてきてくれましたね、うん、じゃあお手紙お願いします。ピチレモンがいなきゃ今の私たちはいなかったと思います。本当に本当に感謝です。そして私たちは今日のピチレモン学園祭を機に新たな一歩を踏み出します。最後にいい刺激をくれて仲良くしてくれたピチモのみんな、困った時にアドバイスをくれ毎月素敵なピチレモンを作ってくれた編集部の皆さん、私たちを可愛く撮ってくれたカメラマンの皆さん、くじけそうになった時に相談をたくさん聞いてくれて、ピッツァツの時には頑張ってねと言葉をくれたお母さん、お父さん、そしてここまで応援してくれたファンの皆さん、応援してるよの言葉がいつも励みになりました。はい、チーズ。笑った？笑った？笑った？オッケー、ありがとう。卒業おめでとう。